本日はいつも通り生徒さんとのオンラインレッスンの様子を皆さんにお届けしたいなと思って動画を撮っていたのですが、まさかの音声が撮れてないっていう事態に今編集してて気づきました。映像はせっかくね、75分間撮れてたのに、それがお見せできない、音声がお見せできないという事態になってしまいました。せっかく動画撮ったので、もったいないので、その動画は見せつつ、本日やったレッスン内容でワンポイント大事なところがあったので、そちらを集中してご説明させていただこうかなと思っております。よろしければ見ていただければと思います。本日ご説明させていただくのはこちらですね。When do you think the new script will be ready? っていうやつですね。はい、これは二重疑問文と言われるやつですね。はい、このメカニズムを SVOC、五文型で説明したいなと思っております。いきなり専門用語がたくさん出てくるんですけども、ついていけない方はついていけないよ、もっとちゃんと説明しろとかね、噛み砕いて答え、説明しなさいと、コメントに書いておいていただければと思います。はい、それでは、生徒さんに向けてのレッスンですので、そのあたりはご容赦いただければと思います。はい、ではまずですね、この文を説明するにあたって、ちょっと変更を加えます。そして SVOC を先にもう書いちゃいますね。はい、じゃあどのように変化させるかというと、こちらですね。はい、このようになりました。最初にここに when があったんですけども、この when というのは実は本来ここにあるべきものなんですね。それをちょっと変換しまして、ちょっと噛み砕いて分析していきたいなと思っております。はい、まずメインの文章ですね。はい、こちら。はい。で、こちらに分かれるんですけども、最初パッと見た時に動詞が2つあるんじゃないかなと思った方、かなり目の付けどころはいいなと思うんですけども、はい。think ですね。で、ここ be、これが動詞ですね。動詞が2つある。そして、主語も2つあるというような文章になってますね。英語の大前提、大原則としまして、文の中に動詞は一つだけしかないというものなんですけども、それが守られていないじゃないかと思う方もいるかと思うんですけども、はい、その内容を説明しますね。はい、実はこれですね、Do you think that という文ですね。この that は先ほどね、含まれてなかったんですけども、はい、ここに that があるというふうに考えてほしいんですね。はい、この that は何かというと、大きな括弧だと思ってください。括弧。括弧の目印として that があるんだよということですね。はい、この that 以下の内容をここに凝縮していると考えた場合ですね、Do you think that という一つ目の文章が出来上がるんですね。はい、あなたはそう思いますかという文章が出てくるわけですね。はい、これがメインの文章になります。そしてこの that の中身が何かっていうのをこの2つ目の文で説明しているんですね。ちょっと専門用語です。申し訳ないんですけど、この that っていうのは接続詞というやつですね。はい、日本語の接続詞とまた違うんですね。日本語の接続詞は文と文をつなぐものですけども、英語の接続詞というのは文節と文節をつなぐっていうね、なんか似たような言葉だけでちょっと違うんですね。そして日本語では、そしてとか、しかしとか、だけれどもとか、そういったものですけども、英語の場合はそういう意味は特になくてですね、ただただ節、文節とこっちの文節をつなぐ。そしてこの内容としては、この that の後に s と v が必ず来るよというものが接続詞と言われるものなんですね。言葉が一緒なだけにね、ややこしいんですけども、英語の接続詞というのは全く日本語と違うんだよということですね。あ、もちろん and とか or とかいうのは日本語と同じなんですけども、はい、まあ、同じというかちょっと似てる、ほとんど一緒っていう感じですね。はい、この that に関しては全く別物なんだよと。定義としましては s と v が後に来る。もう一つ言い方を変えると、文節がこの後に来るよということですね。文節と文節をつなぐもんなんだよということですね。はい、そしてこの中に S と V が確かにありますね。The new script というのが S ですね。
そして V というのが will be ですね。これが助動詞の will なんですけども、will be、この2つ合わせて V と捉えてもいいでしょう。英語というのは塊で捉えていくものなので、これを塊、これを塊と。S の塊、V の塊だと考えていいですね。ちなみに S というのは主語、V というのは動詞ということですね。さて、じゃあこの C は何かっていうと、保護って言われるやつですね。保護の特徴としましては、S の内容を説明している。S の要態が何かっていうのを説明するものが C なんですね。日本語で言う保護と言われるものなんですけど、この場合、B 動詞が来ていますので、 B 動詞の後は、名詞か形容詞なんですけど、この場合、形容詞になりますね。形容詞っていうのは、形容、まさしく見た目を説明するものですね。なので、どういったことかというと、その新しい台本が準備されている状態ってことですね。準備されている状態がでしょうってことですね。何でしょうかというと、これ SVOC の要素ではないんですけれども、付け足しのものですね。修飾語と言われるものですね。これはちなみにモディファイアの略で M と言っていますね。この大事な要素、SVOC 以外のものは全部 M と捉えます。そしてこの場合、この M というのはどんな M かというと、時を表す M ですね。時を表す修飾語ということですね。どうでもいいというかね、なくても成立する言葉を M と言ってるわけですけども、今回はいつだということです。これは疑問詞というものですけども、疑問詞っていうのはつまりブランクと一緒なんですね。ブランク。もしくはこれを具体的な数字に入れ替えるとすると、例えば at one o'clock とかね。もしこれ one o'clock だとすると、 the new script will be ready at one o'clock。 これで意味が通用しますよね。新しい台本は1時に出来上がる、準備が出来上がるでしょうっていう感じですね。ただ、その one o'clock っていうのが今わからない状態なので、ワンオクロックじゃなくて、その代わりにブランクである、真っ白のね、空欄ですね。空欄にあたる when という副詞を持ってくるわけですね。疑問副詞ってやつですね。疑問詞でいいか、この場合は。疑問詞というものがあります。そういうのが、本来ここにつくんですけども、今回疑問文なので、このわからないよ、一番聞きたいものだよっていうものを一番前に持ってきてあげるんですね。そうやって疑問文が完成するんですね。この Do you から始まる疑問文だとすると、イエスかノーかでしか答えられない、イエスノークイズになるんですね。しかし、疑問詞を頭に持ってくることによって、具体的に何を知りたいのか、6W1H のうちどれが知りたいのかっていうのが具体的に頭に持ってくることによって分かるわけですね。そして相手も、これが知りたいんだっていうのが、ど頭で分かるわけですね。なので、これがここに来たよということを考えてください。そして、この that っていうのは省略可能ですので、これがなくなった形が、先ほどやった when do you think the new script will be ready ってやつですね。そうやって疑問文が、二重疑問文が出来上がるということなんですね。もう一度言いますと、この中に、この O がですね、つまり O の中身がこんだけあるんだよっていうこと。この文章自体はですね、文自体は Do you think that だけなんですね、本来は。しかし、より具体的にこの that の内容を知りたいよというふうに、詳しく説明したんですね。その結果、The new script will be ready っていうのが入ってくると。で、いつかっていうのがさらに聞きたいわけで、それが頭にやってきたよということですね。で、ここは do が何もついてないですけど、この do も先ほどの will と一緒で助動詞ですので、think とワンセットで V と捉えて OK ですね。もう一度じゃあ復習しますと、この文章自体は何かというと SVO なんですね。なので、この疑問文のメインの動詞というのは think です。そして、この that の中にもう一つ、下の仮想ですね。さらに下の、古文みたいな
文ですね、がここにありまして、その中にさらに SVCM という順番で言葉が並んでいるんだよということですね。はい、ちなみにこの new は何かというと形容詞ですね。はい、この形容詞はこのスクリプトを説明してですね、どんな台本かというと新しい台本だよということですね。はい、だからこれがこいつを説明している。ですけども、まあ、この2つを合わせて、もう何だったらこの the も入れてですね、はい、冠詞ってやつですね。冠詞、形容詞、名詞、合わせて名詞と捉えて、この3つで S、主語だよ、サブジェクトだよと考えて OK でしょう。はい、そして V がこの塊。で、C がこの塊。で、M。これが、モディファイアですね。修飾語。まあ、いつとか場所というのは M なんですね。別に言わなくても文章自体はできちゃいますから。はい、When と Where というのはあってもなくてもいいもんだよ。ただし、今回、When っていうのを知りたいわけだから、あたかもこれがね、一番大事なように見えちゃうんですね。これがど頭に来るから。まあ、そんな作りになってるんだよってことですね。はい、何のこっちゃわからない方もたくさんいるかと思いますけども、まあ、英語というのは SVOCM の要素でできているよということですね。で、大体この作りで7割8割の英語っていうのはもう説明できちゃうんですね。ただ、この SVOCM だけでは説明できないこともあるんですね、実は。だからこれに沿って全部英語ができてるというわけではないんですけども、一応こういう法則じゃないかなというふうな、これで説明した方がおそらくまとまりが収まりがいいよという考え方なんですね。例えば数学の世界で言うと、ね、1進法、2進法、3進法、4進法ありますけども、10進法で説明すると一番収まりがいいよということで、十進法が今採用されてますけども、まあ、場合によったら、18進法とか17進法だと、もしかしたら、円周率が解けるかもしれない。その代わり、他のことが全然説明できなくなっちゃう。そういうことが起こるので、まあ、一応十進法で、まあ、やると、まあ、円周率は答えが出ないけども、他のことは大体説明つくので、じゃあそれでいきましょうというような感じで、とりあえずそれで、まあ、たくさんのことがね、説明できちゃうから、それでいきましょうと考えてるのと一緒で、英語もこの SVOCM というので説明すると、一番いろんなパターンも説明できちゃうから、これにしましょうっていうふうにやってますね。はい、結構この SVOCM を理解するには時間がかかりますので、コツコツケースバイケースで説明させていただければなと思っておりますので、今後もこの英語の要素を深掘りしていきたい方は見ていただければと思います。そしてグループレッスン生を募集しておりますので、現在火曜日、木曜日の21時から22時15分の間、オンラインレッスン、ズームを使ってレッスンをやっております。もし興味がある方いたらですね、ズームのまずは見学ができますので、この動画の概要欄の桑田ますに @gmail.com までご連絡いただければと思います。はい、ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。それではまた。